はい、ポケモンプラス信長の野望を続きからやっていきたいと思います。前回はまさかの負けるというね、本当に負けたのって多分久々だったよね。それが悔しかったので、ちょっとこっちから潰していこうかなという感じです、今回は。下行ってもいいんですけどね、まあ、さなぎから潰していけばいいかなって。ひどいよね、弱そうなところから潰していくわよっていう。まあね、だからうちのメンバーもね、そんなに強化されてないから、まあ、それも原因だよねと思って、ただちょっと問題点もあるよね。人がいない城がたくさんできちゃうから、攻め立てられたらそこで終わりっていう、困ったね。結構強いと思うけどな、このメンバー。まあちょっとエスパーに偏ってるのはちょっとどうかなと思うけど、まあでも相手的に全然、余裕余裕。20ターンも全然いらないって感じ。これ邪魔な、これ邪魔ですね。キノコで飛ぶ原理はちょっとよくわからないけどね、正直。とりあえず前に出よう。その辺にスイッチはなかったと思うんだよな。あ、でもこっちはなんか近くにあった気がするな。ないのね。さ、ドラゴンタイプって言った方がいいのかなと思うよね。やっぱ確定40ダメージの強さ。やばい、ちょっと嫌なことされた。あのね、19は痛い。冷静に。くそ、それはいいや。みたいなね。まあ、この中で多分ねさんがちょっと怖いかな。いや、違うな。一番怖いのはなん誰だっけ、あのドラゴンタイプの子、あの子が怖いわ。とりあえず処理しましょう。ちょっと怖いので、はい、最強じゃない。よし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 、7か。ナイス急所、偉すぎで。倒すならドラゴンタイプの方だよね。48。え？サナイト？これは悲劇ですよ。困ったな。よろしくない、よろしくない。あの方どうしよう。倒せるかな。ギリいけそう。ツンベは強。あ、いけなかった。あ、でも、いい感じ。困ったね。どう出るんだろう。あ、なるほど。ミス、ミス、ミス。ノー。ちょっと待って、いじめないで。いじめないであげてよ。まあ、防御アップしたとて、いや大丈夫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 、いいとこにボール来るやん。忍びなら何でもできるってみんな思ってるんだよね。そうなの？そんなこと思ってるのみんな。それは良くないな。はい、いいね、いいね。ねえ、バオップはもうこのまま倒しちゃおうか。で、倒せるんだけど、
よいしょ。いけるだと一体。いけるいける。よし。まあ余裕でしたね、ここはね。まあまあまあ。よし。仲間になってくんないかな。無理だよね。どこかへ去った。まあですよね。うん。で、まあ取られるだろうな。まあ取られてもまあ仕方ないと思う。うん。今は仲間を増やす時と思ってね。うん、意外と攻めてこないんだけど、どういう優しさなのかな。この人はすごい優しいよね。うん、ちょっと感動してる。うん、じゃあ試練潰します。はい、メンバー的にいけなくないよね、全然。うん。はい。何人か仲間になってくれるよね。あ、でもこれ、反米軍なんだ。あ、反米軍なんだ。ちゃんと見てなかった。そっか。やっぱ、反米潰さないことにはダメなんだね。なるほど。まあでも、次には反米潰せますからね。うん。個人的にはポカブ進化してくれたら、ありがたいんだけど、さすがにまだだよね。うん、人影でしょ。大丈夫大丈夫。まあ、うち水タイプいないからな。それがちょっとね、 HP10 ってちょっと同情しない。ちょっとかわいそうになるんだけど。向こうこれといって移動力が高いよみたいな人はいないよね。まあ冷静にね、冷静に。まあ、警戒しなきゃいけない敵いないもんね、別にね。雪菜が何なの？何なのって。バチュールはいいよね。うん。誰かにバチュル持たせて最終進化まで行きたいところではあるんだけどね。チュリネ余裕よ。チュリネは余裕で落とせる。ちょっと待って。一旦待機で。これはね、先に行ってもらった方がいいと思う。でこうじゃない？完璧。急所、偉い。金継ぐ。やっぱ愛だよね。戦は愛だよね。うん、いいよ。ここまで行って、いいわ。やっぱ遠距離で攻撃できるからね。ポカブすることね。全然することない。え、待って、それってどこだっけ。まあでも全然効かない。うん、まあ、ここも一瞬ですね。前回の苦労って何だったんだろうね。やっぱ6人いるって大事だね。うん、6人だっけ。6人だよね。とりあえずこうだよね。いいよいいよ。サイコショック割と好きなんだよね、エフェクトが。あの本編のポケモンの方でね。うん、よいしょ。で強すぎる。10に対して100はちょっとやりすぎだよ。うん、あと
と一体か。距離感が悪いね、うん、これ打ったら終わるんだけど、あ、いいじゃんいいじゃん、終わんなかった。9勝いけ、9勝1残っちゃって、ちょっと面白くない？これでどうだ？弱ったな弱ってんだもんね。それ当たったら面白いんだけどな、人影に。あ、最悪。さすがに当たんないか。終わりです。よし、青葉へ退却。うん、でこれはでも、まあ、でも特にさ、このシナリオはさ、何年目のいつまでにっていうのがないからまだ安心だよね、うん、何？あ、ちょっと待って、久々なんだけど、ご老人ね。大丈夫です。うん、よし、やっと倒せるぞ。でも仲間になってくれないかもしれない。電気でしょ。うわ、仲間になってくれないは結構しんどいかもしれない。なってほしいよね。そう、愛ある戦を見せます。愛を見せて仲間になってもらいましょうね。ちょっと危ういとこあるよね。効果抜群。与えようがないっていうのがね。さあ、誰がどういうふうにいこうか。あ、ゴンベちょっと欲しい。ちょっと欲しい。どう動くかだよね。みんなでも向こう行くよね、どうせ。早くない？人影動くの。ちょっと早いよ。ゴンベいるけどさ、そういえばカビゴンって見てないね、このゲームで。まあそうよね。敵がカビゴンを使ってくると思えないもんね。え、何その中途半端な位置。ちょっとやりづらいな。超最低。ちょっとね、移動力がある子がいないからな、そこがネックですけど。まあ取るよね。そうだよね。もうこっちに来ないんだよな、ね、なんかメリープとかね。1弱っ。本当に？あ、そう来るんだ。なるほどね。そっちまさかのメリープそっちか。もうちょっと人をそっちにやらないと無理やな。どうしよう。この方ってどうした？
効果別に効果抜群じゃないもんね。ゴーストタイプに効果抜群ってなんだっけ、悪だっけ、悪違う気がする。どうしようか、こっち行こうか。なんだっけ、いや、ご一回こっち行ってもらおうか。で、車内からこっち行ってこうかな。倒します。ミスった、移動すればよかった。まあそうだよね、そう来るよね。何それ、何それ、穴に飛ばされるとか最悪。負けない、大丈夫。お疲れい。ミス。よし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 。んで。よかったよかった、取られなくて。うん。やっと出れたのね。で。いいね。よし。残ったそう、いいダメージ、うん。バイバイよし。で、ハンメイは、あ、待って、ハンメイこっち来ちゃう、こっち来ないで。あ、来ないわ、乗ってるから、ラッキー。よしよし、どうしよう、雪村でハンベイ倒すか。どっちにしろ効果抜群つけないからね、誰も、ね、地味な火力、うん、あとはあれでしょ、うん、51。加熱がちょっとチートなのかな。はい、勝ちです。一人なんか沈んでるけど、まあまあまあ。まあまあ、ゴンベできるんだ。そこがちょっと意外だった。あ、そうなんだ、みたいな。いや、いいよ、いいよ。ちょっとゴンベ育てたいな。ね、あえてゴンベ育てて、ちょっとカビゴンにしたいみたいな、とこあるよね。どうしよう。誰と誰入れ替えよう。私たちの仲間が増えてきましたね。愛さえあれば、さらに仲間は増えましょう。そうだよね。で、そうだな。本当襲ってこないのが奇跡だと思うんだよね。逆になんでって言いたいもんね。ゴンベな。
進化するの未来だよね。やっぱやめるか。強さ大事だからね。こうします。よし。でここかここか、あーなるほど。え、だったら火炎行きたいかな。そうだね、火炎に行って奥にさん倒します。奥にさんって全然仲間になった記憶があんまないからね。このタイミングでいただきに行きましょう。はい、まあ負ける気はしないですからね、別にね。ただ火炎のステージがあんまりねあんまりねみたいな。ただ奥にさんの手持ちってここのステージに合ってないと思うんだよな。大丈夫なのかな。え、しばき倒、え、すごいこと言うじゃんって。しばき倒すって言ってたよ。え、口悪くない？大丈夫？ちょっと前に出て、そうだね、ちょっと前、ちょっと前。さあ、あとはもう来てもらいましょう。はい、どうぞ。絶対奥にさんは仲間にしようね。よしたつ。よしたし？え？おひたし？はい、来なさい来なさい。虫だからエスパーぶっぱすれば終わるよね。多分。今一つ。タイプだからそこ歩けるんだ。ちょっと待ってよ。199、えぐー。うわ、最悪だ。最悪。いや、まあまあでもちょっと一旦放置するか。多分、でもそうだよね、ちゃんとした武将で倒さないとダメだもんね。そうだよね。はい、どうぞ。あ、ポカブでもいけそうやけどね。届かないな。まあ終わりましょう。はい、うわ、毒になった。それ当たって死ぬとこはやめてね、本当に。終わらせます。はい、204。うちご一緒し通す。なってくれるかな。ざわざわ。ああ、やった、スカウトできる。しかも全員できる。いいじゃないいいじゃない、人が増えたよこれで。まあでも奥にさんはやっぱ虫なんだよね。奥にさんは連れて行きましょう。弱くてもこの際もう気に留めないみたいな。ただどこに置くとこう、玄武に置いとく。とりあえず27。
64。ちょっとみんな激弱だけど、さあじゃあまあだ、まあでも、だいぶ、うわ、らんまるくんやめてよ、ほんと最悪。しかもらんまるくん一人で来てるよ、腹立たしい。ああそうなるよね。え、何、なんか地味に争いが始まったんだけど、やめてやめて、小競り合いすんの。おいちぐん早く、なんか状況がどんどん変わっていってる。あ、すごい、ガラシャ軍まで攻めてる。すごい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 、どういう状況は。ムカつく。終わった、せっかく。何、うわ、これは勝てない、これは勝てないってやってみるけど、さすがに無理じゃない。だって岩吹くって落とせないでしょ、この二人じゃ。うわ地獄だね、何あれ。ヒルリアがどこまで仕事するかだと思うよ、正直。人影はもうどうしようもないので、うん。うわ、動かねえ。でも逆にこれはね、ありだと思う。これだけ動かないから、一体ずつ撃破できれば、なんとかなるんじゃないかっていう、可能性。うん。あーそっか、本気出し始めたね相手もね。うん、ちょっと迎え撃つ姿勢でいこうかな、うん、よいしょ。49あるのもね、 HP 多いな。まさかにボルチェーンでしょ。うわ、来た、気負った気負った、うん、1個下がるんだね。なるほどね。ちょっと待って、ちょっと待って、5とか4とか嘘でしょ。全然効かないんだけど。終わったね。もうちょっと効くと思ってたよ、正直。なんかまあダメ元10ぐらいは出るんじゃないかなみたいな、望みすぎだったな。でも直感のおかげで当たらないっていう、うん。あ、来てる来てる、なんか余分なのが。まあ、でもちょっとずつ減ってますからね、うん、あなた飛ばされるよそんなの人だ。ああなんとも言えない位置。一撃マジ、ちょっと終わったね。やけどしろ、しないね、うん、もういいね。
いや、もうどうしようもないな。倒せないよ、これさすがに。20ターン経ったらさ、こっちの勝ちとかある？だったらなんかもう、逃げ惑いたいんだけど。そうだよね、乗り越えてくるよね。あの人何してるの？もうダメ、あの人。あ、4しか出ない。3。燃えてもくれない、ってことは結構だから次回割とまたなんかやり直し感があるの。これ呼ばれるのかな、結構なパート数かかりそうですね。なんかその全てを統一するには、まあ、遊んでるよね、いわくね。もう本当に許せない、本当に。ちょっとはこんな地獄を味わっているというのに。終わりです。わざわざ後ろからするところに嫌な感じするよね。はい、敗北。ね、待って、私なんか前回の動画も敗北で終わったよね。でもこれ違うからね、これ攻めていったら負けたわけじゃないからね。せんちゃんどこ、ここ、くそ、一からやり直しだよ。こっち行くか、それともこっち行くか、ちょっと考えものですね。はい、ということでこの辺で終わりたいと思います。でも下全部潰すか、やっぱこのね、この3つね。はい、ということでこれで終わりたいと思います。バイバイ。